行こっか。着いたんじゃないか。これはマーチューピチューと書いてます。マーチューピチュー、長旅お疲れ様です。あー、いい旅だったな。高橋歩さんです。あ、あれ酒屋に仕入れに来てます。伝説の店ができちゃうんですか。着きました、マーチューピチュー。もうちょいで、あー、ここだ。おれこの物件でですね、北里洋平マチュピチュでシーシャバーやります。早速店の準備してます。酒並べるとちょっとバーっぽくなってきました。店の目の前には線路があります。こんな場所で店ができるなんて最高だな。いろいろ足りないものがあってトラブルまみれですが、とりあえず今 C 社作ってます。ちょっとできてきましたね。定番の小保塚さんと俺の本のポスターもあります。この物件の大家さんのブルーノでーす。この人が大家さんです。こんにちは。ライブ2のバーができてきたと思ったらだいぶ偏りのあるラインナップみたいです。まあ選んだのも歩さんだから。カクテル作る気ありませんというようなラインナップだね。もうなんか1日目にしてもう1ヶ月ぐらい頑張った気がする。なんでなんすかね。ちょっと見てくださいよ、あれオープンできんじゃねみたいな。北里が家にね、大事なもの全部忘れてきたんで。いや、送ったはずなんだけど。今回で言うと、これ C 社なんですけど、これのうちのオリジナルのヒートマネジメントみたいな、それをあることによってオペレーションがすごい楽になるんですよ。現地の人に教えても深いことがそこまで詳しくなくても美味しい C 社を提供できるための秘密兵器の活用が届いてなくて、まだリマにあります。リマまでは来た。そう、リマにあります。ここからまた3日後ぐらいに届けてもらえるみたいなので、ただもう1個問題があります、これって僕はアメリカでたまたま偶然買ってきた2台なんですよね。それ以外に店で使う用の何十台があるんですけど、なぜかそれのホースだけ入ってなかったんですよ。これとなると、すげえなんですね。まあ、直づりすれば。マジそう。苦しそう。ボングみたいにすれば、せえなきゃ。それも、もはや C 社じゃなくてボングだろって。それはまだね、ちょっと解決策が見えてないんですけど、最悪、とりあえず今回のグランドオープンは C 社に2台で乗り切ったいな。だからコロナ前ですよね、物件見つけたのね、いざオープンしようと思ったらコロナ期が始まってしまって、オープンできないで空家賃を年半3年ぐらいで払い続けて、あちこちで店をやるっていうロマンを売ってるだけなのに、現実は結構厳しいんですよね。でもすごいのが、奇跡的なのは、3年ぐらい前からこの店を店長やってくれる現地の人が未だにここで働くっていうのを待っててくれた。これ奇跡ですよね。それ3年間何やってたんだっていうね。かつ年齢50歳ですよ。想像以上にね、うちの先輩みたいなね。謎の新人。その人ともさっき挨拶はしたんですけど、まあ、若いね、お酒とか C 社を作れる人も欲しいよねって思った瞬間、すごいのが3年間ここを開けずに、入り口にいつ開くかわかんないこの店のスタッフ募集の紙が貼ってあったのに、今応募3人来てるらしいですよ。2年1人よね。来たわけですよ。そうね、そうです。今まで散々店とかやってきたじゃないですか。うまくいく店もあれば、うまくいかない店もあったりとか、多分お互い散々周りに聞かれたと思うんですけど、何でも口でやるのとか、うん、なんて答えたんですか。面白いからです。
C 社っていう業界だと店舗数だと世界一だ、うん、その店舗数で世界一ってあんまこれないじゃないですか、うん、だからロマンチックさ世界一を取りに行くために厳しさやってれば、例えば店を500件やってます、1000件やってますって人がやっても、うん、でもその500件の中にマチュピチュないんですよね、うん、と一言で何か持っていけるかなみたいなしかもやろうと思っても簡単にはできない。そう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 、でうちらも結構この店終わりするために結構なミラクルが、まあ、ミラクルという名のエルネスト頼りっていうのとスーパースターが2人、スーパースターが2人いて、いらっしゃる。そうそうそう、マチュピチュで店をやろうかと思ったら、あれで言うとマチュピチュにあの俳優の久保塚さんと一緒に本を作りに来たことなんですよ、うん、でこのマチュピチュに来た時に天空の城だったあのアズーの村みたいなこんなとこで自分の店あったら最高だなっていうことを思ってしたんです。久保塚さんにいいじゃん、言うてやれよ、絶対いいよみたいなみたいな、そうっすよねって言ったまま日本に戻ったんですよ。で日本に戻ってまた物件見に行くために片道3日4日かけてあそこに行くとかちょっときついなと思って、ああじゃああの時こんなとこで店できたらいいなと思ったのはまだなんかなんとなく流れちゃうのかな、センチメンタルにそんなことを思ってた時に久保塚さんから連絡があって全大陸に店をやるみたいな、なんか言っちゃったからやることになってんだよね、今サハラとサバクとかライアとかでこういうのが決まってて、ただ南米が何も決まってないんだよって話になって、マチュピチュだったらやりたいから、マチュピチュどうすかって話をして、うん、まあちょっとマチュピチュどんなんだったか覚えてないけどとりあえずやるっていうふうに言ってたんですよ。そう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 、でじゃあいつ物件見に行くみたいな話があって、どうやったら日本人でこっちで店やれるんだみたいな、調べ始めるとできない理由がいっぱい出てきちゃうんだそうだから、とりあえず見に物件を見に行こうと、で物件見つかったらテンション上がって、そしたらなんとかなるでしょっていうところで一致してとりあえず行くことを決めた。何も調べたで来て物件を1個だけ空いてたんですよね。なんかなんか空いてて見に行ったらお互い全然ピンとこなかったんですね。あれはないな、ここじゃないみたいなね感じで、で物件を見るためにわざわざマチュピチュ来たんだけど、最終日までうわこれどうするみたいな感じだったところ、最終日この物件を何の募集もしてなかったんだけど、周りの人に聞いたらここはあのブルーノっていう人ここがこう親から相続して、お店としてはまだ誰にも貸してないんだよって話で、慌ててブルーノって感じ でその場でとりあえず金は払うから、家賃払うからあの契約てくれって話して、無理くり口説いて我々日本に帰ってきます、うん、で、そこからですよ、そうあの M さんの知らない大変なところ2ヶ月以内に契約しますみたいな話をしたんだけど、また戻るのかっていう、でそもそも銀行口座どうやって作るのか、いろんなものがあった時に見切り発車しちゃった月がそこで全部来て、うん、これ困ったぞってなった時に愛ちゃんに気づいて、愛ちゃんは俺がチリの昔幼少期住んでた時の同級生のなんか相棒みたいなあれのお姉さんで30年で撮ってなかったんだけど、愛ちゃんがペルー人の人と結婚したらしいみたいな噂を聞いて連絡を取ったらリマに住んでて、愛ちゃんに相談したら旦那に聞いてみて、でそしたら法人立ち上げとかミントコードするって手伝ってた、うん、でも結局それにとどまらず、そのままマチュピチュで物件を借りるって立ち合いのもと、なんか調印をなんか役所でしなきゃいけないとかいろいろあるんですけど、でそういうのも全部読みましたね、もうなんだかんだあって全部動いてくれてのまあでもそっからね、3年間から家賃を払い続けたのは我々だそんな大変なことがあっての今日を迎えてます。明日以降どうなるのか、無事お店がオープンできるのかね、まあ、あと明日無事スタッフが入ってくれるのか、難題がいろいろありますけど頑張っていきましょう、うん、全然余裕だと思いますということで、マニマチュピチュデイワン現場からは以上です広場ラピュタの世界でしょ、なんか街の感じがね、この橋がまたパズーの村っぽい、確か1
回目マチュピチュに来た時に見た物件がこの辺の2階でテンションだだ下がりで結局足りなかった。標高高いからちょっと息切れしますよね。Hey, my amigo, welcome to Machu Picchu。実はマチュピチュの店をやるもう一つの目的として、マチュピチュのお店がうまくいって利益が出たら、そのお金でこのマチュピチュの村でサッカーチームを作ろうと。この先にあるサッカーコートが結構立派 で、例えば元プロのサッカー選手をコーチとして監督として雇って、そこでチームを作ります。ユニフォームを作ってマチュピチュのチームを作ってってなったらですよ、ここ標高3000とかなんでホーム最強のチームができるんじゃないかとっていうんで、アウェーは全敗でもホームではサンパウロ FC にも勝っちゃうみたいな、そんなサッカーチームを作れればと。なるほど。っていうのがもう一つの野望なんですよ。あった、サッカーコート、あれあれ、久保塚君と来た時とか、ここのサッカー深夜混ぜてもらって、ゲロ吐きそうになったけど。ここを拠点としたね、サッカーチームを作れればいいんだ。この村の魅力って、こういう遅い時間でも、こうやって子供たちが自由にサッカーして遊んでられるっていうか。ここいいよね。マチュピチュデイワン、無事お疲れ様です。お疲れ様です。マチュピチュデイ2が始まりました。店の方に向かってるんですけど、もう内装チームはですね、朝7時に集まってオープンに向けて内装を進めてます。昨日急遽ね、バーカウンターのをもうちょっと20センチ広げるとかなんやとか、急遽の工事が決まったりとかしてて、今日は、内装仕上げて看板つけて、店で働いてもらうスタッフの面接と採用となったら、その人に新車の作り方、ドリンクの作り方を教えてっていう感じですかね。できれば明日ぐらいにはオープンできるといいなと思ってるんですけど、頑張ります。お、ちょうど看板つけてる。Buenos dias! Buenos dias! おはようございます。おはようございます。なんか見た、エレクサーとか行くの前にちょっと上が合わないな。上が合わない、これなんかちょっと合わない。看板がつきました。ドラゴンさんの絵、ノースビリッジフォーボヘミアンシーシャカフェ&バー、完璧じゃん。すげえ店っぽくなってきましたね。Yeah, in super drunk faster. How long you here? No. Hace cuánto vienes ahora? Hace cuánto ya? 50 days. Oh, tomorrow. Okay. 15 days. Yeah. Okay. エンパナーダが届きました。エンパナーダパーティーです。はい、どうぞ。エンパナーダってこっちの肉まんみたいな。いかがでござんしょう。まだ肉が出てこない。美味しいが聞こえるまでビデオが切れません。はい、美味しい。仕入れ用のマーケット、おー、すげえな。ねえ、コカの葉を買いに来ました。これコカの葉か？違うな。あー、コカの葉あった。コンサレサ？ドス？グラス？コカの葉をこっちではガム代わりに噛んだり、コカの葉でお茶を作ったりします。すげえ美味しいんですよ。コカの葉ってコカインの葉っぱの原料になるんですけど、こちら合法なんですよね。どこでも紅茶代わりに使ってて、ここは恋愛になんかどうのこうのっていうね、みんな鍵をつけてるんです。すごいと。へえ、下だともここで3回つけてます。いや、つけてねえわ。ここはやっぱ主には新車を味わいに来る場所です。7つ学校で、y otra cosa que él se dedica principalmente también es desarrollar escuelas en lugares donde
だからドリンクを作る時間を短くしない。じゃあみんなでお客さんになって作ってもらいましょう。イエーイ。ジュースとかいっぱい買ってきといた。氷まで。ピスコサワー。美味しゅうございます。ちょっとね、砂糖っぽいけど美味しい。キアスカフォーライブ。あ、砂糖っぽいけど美味しい。美味しい。じゃあね、みんなで飯行きますか。今からオープン前日の祝勝会に行きます。エルネストおすすめのマチュピチュで一番美味しいとされるレストランへ。ここだよな。アクスキンヤ。ここうまそう。おー、超いい感じ。ここです。じゃあマチュピチュデイ2ですね。はい、さん、ちょっと一言お願いします。はい、今日みんなと出会って最高のお店ができる、もう予感しかしません。みんななんかこう正直な気持ちを盛り上げて、少しでもいいお店にしていきましょう。はい、サルー。なんでいいの？メキシコかと思っちゃったね。乾杯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 。うまっ、やり遂げた。ついに明日が全部。はい、ということで今日マチュピチュデイ2無事なんとか。楽しかったですね。今日忙しかったっすね。初日があれが届いてねえとかこれがないとかでトラブル続きだったじゃないですか。それを挽回するぐらい今日ちょっとミラクルってなって、面接が3件、はい、スタッフ面接3件あって、初めの1人目がコロンビア人の子、26歳の子で、マチュピチュに15日前に来たホステルに泊まりながら朝飯かなんか作るあれをして、その分宿代をタダにしてもらうみたいなことをやりながらここに滞在してる子で、いい子そうだからとりあえずその子採用にして、で2人目がこの人聞きましたね。アルゼンチン人で30歳、フランコ。そう、フランコだ。フランコはもうバーテンダー経験もあって、ビスコサワーいきなり作れちゃうのすごかったですね。でシーシャは初めてだったらしいんだけど、一発目の吸い方からなんかもうシーシャジャンキーみたいなね、貫禄出してね、2年以上働きたいんで、ね、気合い入ってる。で3人目がペルー人の女の子で、一旦ペンディングにしたんですよね。ただ明日客として遊びに来るって言ってましたね。明日からスタッフ3人体制でオープンできる、ね。なんかなんだかんだ見えてきましたね。まあ計算通り、計算できてる。すごいいいチームが出来上がった気がするから、うん、なんかもうここから勝てるビジョンじゃないですか、ね。そうもできないけど結局集まったらみんなまあまあキャラがちゃんと分かれてて、そうそうそう、ちょっとなんかワンピースチックな展開になってきてる。いよいよ明日オープン。素晴らしいチームができました。できました。また明日。また明日。マニアーナって言います。マニアーナマチュピチュの遺跡です。マチュピチュで100万のポンチョ買わせてみた企画。明日からラスベガスでマチュピチュ出店費用をそこで一発取り返そうと。勝負の場ですね。紫のが5,000ドル。
は無謀でバカで果敢な若造の真実の物語である。突如目の前に現れた謎の男キング、わがままチュンと 100% のもう一人の自分キングに教わった全能の魔法。諦めることを諦め、あるがままわがままに。中学生にして南米一のサッカーチームの選手控え室に忍び込み挑戦状を叩きつけ、スター選手たちのガチ対決。伝説の人地方へとへヒッチハイクと自転車で放浪の旅に出たい。落ち込め高校時代5倍の集中力を使い、半年で全国上位の成績アンド受験勉強終了。その結果見事一流大学に合格し、エリートサラリーマンドを突っ走るが、ちょっと待て、子供の頃の憧れ、描いた夢、挑むことなくいつの間にか無自覚にスルーしてないか。一度描いた夢に落とし前をつけてやる。ボクシング現役世界王者に挑戦状を叩きつけ、結果ボコボコのフルボコ。そして若造は気づく、かっこ悪くても負けたとしても俺は俺という物語の主人公なんだ。それなら自伝になるような物語を生きてやる。若造は無謀な挑戦を続け、念願の自伝を出版。コンキリ国立自伝中心の出版社を立ち上げ、アジトとなる新社カフェを町口含め世界中に30店舗オープン。全米でも英語版の自伝を出版。今もなお遊びや仕事に愛と自由の冒険を続けている。これは人生を自伝全7巻になるように生きようとしている果敢でバカな若造の物語。全ての夢を叶えるべく諦めることを諦めろ。私と漫画が誘導したストーリー自宅の新感覚自己啓発書、北里陽平著、悪あがき重版決定。 Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always welcome on the wild side.